ク。どうもこんにちは、石本塾の石本です。今日も元気に頑張っていきましょうということで、授業始めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回の授業なんですけども、みんな知らないお金を生み出すための根本的な流れということを話していきたいと思います。で、この動画を見ているあなたは少なからずお金を稼ぎたいなって思っていると思うんですよね。そうですよね、実際に。で、そのお金を稼ぎたいなって思ってても、じゃあどんな流れでお金って生み出されるのかっていうことを知ってます？なかなかこれ知らない人って多いんですよね。これって別にインターネットビジネスじゃなくても、どんな業態であっても共通する根本的な部分ってあるんです。それを知らないと、これからどんな副業をやっていったところで自分が何が間違ってて、どこがうまくいってないかっていうのを自分で見つけることができないんですよね。だから今回話すことって本当に本当に本当にめっちゃ大事なんで、ちゃんと覚えていってほしいと思います。これを知ることによって、あなたはどうやったらお金をもっともっと生み出すことができるのか、どんな能力が必要で、何をするとお金を生み出すことができるのかについてちゃんと理解することができるようになっていくんで、ぜひ最後まで見ていってください。これなんですけども、まあ僕もね、最初副業を始めるまで知らなかったというか、考えもしなかったことだったんですね。だから初めて今回の話を聞いた時に、わ、確かに、これすげえなって思った記憶があります。なので、その本当に重要な公式をあなたにお話をしていきます。これ確実にテストに出るんで、ぜひね、覚えてほしいと思います。で、その公式がこちら、売上を出す公式なんですけども、売上を出すためには3つ、集客、販売、商品、この3つの要素で実は売上って成り立っているんですね。で、しかもこれポイントとして掛け算なんです、全部。だからどれか1個でも掛けると売上ってゼロになっちゃうんです。だから一個一個の力を高めていかないといけないんですね。で、これいきなりバンって出されて分かんないと思うんで、ちょっと一個ずつ説明をしていこうと思うんですけども、まず売上を上げるため、てか売上上げたいですよね。お金を稼ぐってことは売上を上げるってことなんで、まずは売上を上げることってすごい大事なんですよ。例えばスタバの例で考えていきたいと思います。スターバックスコーヒー行ったことありますよね。まあ、なかったら近くのカフェで考えてほしいんですけども、最初にスタバってなんで売り上げが上がってるのかっていうと、人が集まってるからなんですよね。まあ、季節の限定商品を定期的に出してるっていうのもあると思います。それで人を集めてるんです。人が集まればいいかっていうと、それだけじゃダメなんです。次に販売をしていかないといけないんです。お客様に商品を買ってもらわないといけないんですよね。それはスタバどうしてるのかっていうと、お店のレジのカウンターにいろんな商品のメニューがずらー並んでるわけなんですよね。で、それを見て、あ、じゃあこれください、なんとかフラペチーノくださいって言って、そこで店員さんになんとかフラペチーノくださいって言って、いくらいくらになります、お金を払います。で、お金を払うところまでが実は販売っていうところなんです。で、お金を払ってじゃあ売上上がるかっていうと、それ上がってないんです。商品渡さないと返金しろって言われちゃうんですよね。だから3つ目として商品っていうものがあるんです。スタバってお店に入ってフラペチーノくださいって言ってお金を払ったら、次に横のカウンターに移動させられるんですよね。そこで初めて商品が出てきて、集客も販売も商品も全部終わった形になる。つまり売上が発生すると、そういう流れになっています。でもこれってスタバだけじゃなくて、どのお店も全部一緒なんですよ。あなたの働いている会社もやっぱりこの3つの要素で成り立っているんです。だからこれからどんな副業をするにあたっても、この3つの要素でちゃんと考えていくことがすごい大事になっていくんですね。で、これって掛け算なんで、どれか1個の要素をちょっと上げるだけで売上めっちゃ上がるんですよ。例えば販売能力をちょっと上げようということで、販売のテクニックを勉強したりとか、ノウハウを学んだりすると、それだけで成約率っていうのはちょっと上がるんですね。そうするとそれでもやっぱ売上がちょっと上がりますし、商品も1個だけじゃなくて2個とか3個とかいろいろ作っていったりとか、商品単価をちょっと上げたいとすると、それだけでも売上って上がるんです。だからこの3つの要素の掛け算だっていうことをまずは覚えていってほしいと思います。ということで、今回の授業は以上としようと思います。また分かんないことがあったらコメント欄だったり僕に直接質問してきてほしいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の授業でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。